今夜日はスパークをご紹介いたします。こちらがレディースデザイン、こちらがメンズデザインです。スパークはきらめきを表します。ときめく2人、まばゆい未来をコンセプトにした結婚指輪です。では試着してみましょう。スパーク、きらめいてますか？きらめいてます。光の当たり方によってこの多面体カットの部分でキラッキラと輝きますね。そうなんですよ。指輪全体にひし形のカッティングが施されております。星の砂では珍しいですよね。はい、そうですね。実はこちらは新作なんです。このスパークには実は仲間たちがおりまして。そう、どんな仲間たちでしょうか。リリースにはピンクゴールド、はい、ピンク、そしてイエローゴールドのサンプルもご用意しております。イエローはマットですよね。はい、そうなんです。はっきり見えます、色味が。はい、マットにするととてもアンティークな雰囲気にも仕上げてくれます。そしてメンズにも少し太幅のサンプルのご用意があります。そしてこちらもマット加工ですね。はい、マットはお好みですので、お好きな素材にお好きな仕上げでお楽しみください。すごい、リボコンもつけてると何が何だかなんか面白いですね。この多面体カットも日ずつず、近くで寄っていただくとその美しさも感じられると思いますので、ズームでぜひご覧ください。アップにしていただきました。ひし形わかります？わかります。とっても立体感があるお作りですよね。そうですよね。とってもなんか優しいカットリングですね。はい、そう、角がカクッカクッとはなっているんですが、ちゃんと面取りしてありますので柔らかい印象に仕上げてくれています。センターの3つのダイヤモンドもとても綺麗です。さりげない。メンズはこんな感じです。とってもシンプル。カットリングは、これカットリングってよく言ってるんですけど、見た目シンプルなんですけども、やはりこういった多面体カットの輝きだったりとか、近くで見た時のデザイン性っていうのが他のリングとは違いますので、シンプルでも何か人と違うものをという方にぴったりのデザインです。こちらはイエローホールドのマットとプラチナハイのマットです。印象が全然違いますね。マットにするだけで全然違う。こういうの好きな方多そうですね。ちょっとアンティークっぽくなりますよね。とプラチナ、先ほどのものですね。厚みもしっかりしてますね。はい、この厚みがあるから立体的な模様を施すこともできます。そうですよね。ピンクゴールドは肌なじみがとても良いです。このデザインはピンクが一番人気かなと思います。確かに、なんでしょうね、ピンクゴールドの魅力って。ナチュラルな感じですかね。ありますね。結婚指輪っぽくない指輪がいいっていう方とか、おしゃれにつけたいっていう方いらっしゃるじゃないですか。そういった方にぴったりだと思いますし、はい、比較的こういうカットリング好まれる方って、ダイヤはそこまで入ってなくていいんだけど、ちょっと何か人と変わった感じだったり違う形で輝きとかを求められる方が多いかなと思います。確かにそうですね。選ぶ素材と仕上げ方によってデザイン性の変わるスパーク、あなたはどんなカラーを選びますか？